すごい急遽。こんばんは。どうも。こんな時間に配信あるんですね。そうです。私は22時の壁を突破したので、もう18歳なのでね、18歳なのでね、高校卒業したんでね、できるんです。こんばんは。そうね、なかなか急になってしまってごめんね。鼻かゆい。声治った、多分完全に。よかった。テロップをつけようかしら。どうしようかな。おしゃべり会受付中です。よね。おしゃべり会受付中です。それにしようかしら。間違ったぞ。おしゃべり会待ってます。になってた。何にしようかな。オッケー。おしゃべり会待ってます。いらっしゃいませみたいになっちゃってます。でも待ってます。いいかもね。直しちゃった。そう、直しちゃいました。新しい日本語、新しい日本語作っちゃった。ラーメン店主みたいな。リリカのやつ思い出す。この前の公園のリリカのラーメン屋さんめっちゃおもろかった。らっしゃせー。めっちゃ力入ってたよね。あれね、面白かったよね。本当に上手。そのままラーメン屋さんになれるよって思った。すごい渾身のいらっしゃいませが聞けましたね。あ、そうだ、そう、何が言いたかったかっていうと、そう、キャンキャンルームに出演することが決まりました。ありがとうございます。とっても嬉しい。
とても緊張しています。そう、これを言いたかったの今日は。おめでとう、ありがとうございます。そうそう、これを言いたかったんだった。そうなんですよ、緊張するんだけどめっちゃ楽しみで、本当に楽しみで。そう、服やっぱり好きだし、モデルさんもちょっと憧れがありますので緊張してるんだけど、楽しめたらいいなって思います。そう、服好きだけどなかなかね、服好きなことをみんなにアピールしてできてる機会も、できる機会なんだろう、できてもないんだけど、そう今は服ね、いろんな服を見すぎて手に負えなくなって悩まされている。服が好きすぎるがゆえに服に悩まされている状態なので、なんか自分が好きなものも見つけて帰ってこれたらいいなと思います。どんなお話するんだ。そう、なんかでも結構いろんなお話をするみたい、過去のね配信を見たりしてたんだけど、そう結構いろんな幅広いトークをするみたいで楽しみです。そうでもね、なんか結構なんだっけ、そう今ゆはが悩んでるのは、自分はどんな人ですかっていう質問をされた時にどうしようかな、なんて答える。自分ってどういう人って難しくない？どういうキャラですかって聞かれた時難しいんだよね。いろいろ多分いろんな場面で聞かれるんだけど、そうで、そのね、キャンキャンルームの配信を見たりしてたんだけど、結構聞かれてて、ってずっと考えてる。むずいですよ。うん、じゃあみんなから見てゆうははどんな人ですか？どうぞ。あざといキャラです？絶対、あ、絶対違うわ、絶対嘘なんですけど、今日のメール見てくださった方には絶対に嘘だって言われる。優しくて可愛い、ありがとう、それは嬉しい、嬉しいけどちょっと自分で言えないわ。癒し系です。癒し系かな。歯磨きしたまま床で寝ちゃう人、それはそうですね。真面目に見られます。あ、確かに真面目に見られるけどそうでもないです。清楚で優しくておとなしいけど芯はあって負けず嫌いですとか、自分で言うの勇気いる。そう、自分で言うの勇気いるよね。だって清楚で優しくておとなしい、おとなしいはおとなしいかもしれないけど。たまに出る天然、たまに出ますね。
じゃあファンの方から天然って言われます、実は。真面目に見られがちだけど実は天然って言われます、実は天然って言われますってちょっと分かんないけど、すごいポンのコツね、ポンのコツね。あ、マイペースね、そりゃそうだ。こんばんは。ファンの心を持ったアイドル、あー、それはそうだ、そうですね。難しいね。うん、ちょっと考えよう。でもなんかみんなから したらなんだろうね、ちょっと抜けてるところがあるって感じかな。こんにちは。自分としてはどんな人って見られたい？清楚、清楚で、最近ね、女子力がある人に憧れるな。なんか素敵な人になりたい。清楚だよね、ありがとうございます。ファンの人には〇〇って言われます、言えば言いやすい。あー、確かに。美穂ちゃんとお話しするために券を買うか、ぜひお話ししましょう。ぜひぜひ。可愛いより綺麗って思われたい。え、これは公演の MC でも一回話したんだけど、可愛い、ちょっと欲張るんですけど、可愛いを踏まえた上で綺麗って言われたい。兼ね備えたいですよね。うん、そうね、兼ね備えたいですね、欲張りですよね。まあでもきっと兼ね備えてるうちにどちらかになるんだろうなって思う。自分で見つかるんでしょうかね。うん、キャラも込みならすでに兼ね備えてる気もする。どことどこで兼ね備えてるんだろう。嬉しい。アイドルだもの欲張りましょう。欲張ります、欲張っていいですか。欲張っちゃいたい。まあそんな感じだね、どんな感じだねってまあまあまあ、じゃあどんな人って言われたら
真面目に見られがち、あ、真面目なんですけどね。真面目に見られがちだけど、そんな固くはないですって感じ。ちょっとよくわかんないけどね。そんな感じですかね。いろんな人に聞いてみよう。可愛いの割合がかなり多い？本当ですか？いろいろな意見がありますね。話しやすい、よかった。それ言ってもらえるの嬉しい。そう、話をすること好きなんだけど、なんか上手に話せてるかなっていつも心配になる。家族からはどう見られてる？家族からか、なんだろうな、家族からどう思われてるかな。真面目わかんない、なんだろう、優柔不断かな。それ絶対性格とかじゃない、もはや。あ、性格だけど、それとこれとは違うよね。まあ、聞いてみましょう。ゆはちゃんの話の間合いとか空気感とか大好き。嬉しい、ありがとうございます。そう、この嬉しいとかの気持ちもさ、嬉しい、めっちゃ嬉しいのにさ、嬉しいが全面に伝わられないのがすごい中で嫌で、めっちゃ嬉しいのにもっと嬉しくしたいのにできない、できないっていうか、まあ嬉しいんですよ。オフラインでも話しやすかった？よかった、よかった。可愛い系のお洋服か、かっこいいで来るか、ねえ、どっちだろう。私もまだ分からなくて、すごい楽しみです。普段はどんな子？普段もこんな感じですよ。いつもこんなふわーんとした時間が流れて、こんな感じですね。今日電波弱め？本当？何にも分かんない。弱いですか？止まったりする？でも原因も何も分からないからどうしようもなくてごめんね。声のトーンもまた癒されるんですよ。嬉しいです。これもちょっとなんか自分的にはあんまりなんだけど、そう、好きって言ってくださる方いっぱいいて嬉しいです。こんばんは、ありがとうございますこんばんは。画質が悪くなったり良くなったりしてる、なんでだろう。でもね、なんかね、この配信自体は自分の画面は全然遅くなったりしないんだけど、他の人の配信を見たかったのに全然進まなかったりした。なんで？なんでだろう、 Wi-Fi 切れてるのかな。なんでですかね。なんでだろう。わからない、原因が。こんにちは、こんばんは、こんにちは、ありがとうございます。
終わったら試しに再起動くらいしておくといいかもな。そうですね、やってみます。ありがとうございます。今安定してるみたい、よかった。話を聞く分には大丈夫、よかったです。うん、原因不明だな。こんばんは。なんだっけな、あとなんか話しようかなって思ってたことがあったけど多分ないのかな。明日も配信します。明日は朝もしようかなって思ってて、朝と夜できたらいいなって、できたらいいなというかします。朝朝そう、生活習慣を正したいので朝起きて絶対に配信します。朝は8時半くらい、どうだろう、お仕事みんな始まってるかな、遅い、朝って言わない、朝だよね。まあ始まってるかな、そうだよね。ファンのみんなといっぱいお話ししたくなった。そう、なんかなかなかショールームできる時が難しいから、そうできる時にいっぱいしたいなと思って。なあ、そうですよね、始まってますよね。何時なら始まってないんですか。起きれるか、8時半、7時、ちょうど8時半から仕事です。そうですよね、7時ね、そうだよね、見れて7時とかだよね。明日って天気いいかな。雨？雨なのね。ありがとうございます。まあ雨だよね、今日の夜雨降ってれば雨だよね、しょうがない。7時は起きられないのでは？うん、7時は起きられないですので、起きようと思えば起きれるけれども、うん、7時半とか。7時半ちょっと検討します。でも夜もするから、もし朝見れなくても夜来てくれたら嬉しいなって感じですね。でも朝なんて配信、朝に配信するのなんていつぶりかわからないから、この夜の顔の状態しか最近見せてないから、ちょっと抵抗ありですね。朝目開かないよね。
朝配信とか本当にずっとやってないかも。高校卒業してから朝起きる時間変わりました。うん、なんかね、規則正しくない生活してそう、一回整えば整うんだけど、一回崩れると崩れちゃう。良くないから立て直します。イベント以来？それはかなりやってないね、朝配信。なかなかね、朝は弱いので、できる時がね。今日なんてドラマ見てたら朝になってました。毎日朝配信したら規則正しくない？ねえ、そうですよね。やばいですよね。起きたい時間に起きるのが最高。そう、そうなの。最近それができることが本当に幸せで、そう。何時間くらい見てた？なんかね、昨日は昼間にめっちゃ寝ちゃって、そう、夜別に寝ようと思えば寝れるんだけど、ドラマが面白くてやめられなくなってしまって、ドラマを一気見してしまいました。そう、でもね、お肌に悪い。そうだよね、お肌に悪いよね。そうですよね。だから気をつけて今日は寝たいと思います。公演の日は朝早い。うん、そうなんですよ。だからそこで治るかな、公演の日。うん、そう、ドラマあるある。そうだよね、アニメとかドラマとか。そう、本当に見出したら全部見ちゃってて。そうだね、アニメも見始めた。推しの子めっちゃ面白い。ドラマはいろいろ見て4個くらい。公演の日は朝早いですね、結構。無駄に早く起きてたりする。推しの子みんな見てる？そう、結構みんな見てるのかな。めっちゃ面白い。なんかずっと漫画読んでみたくて、そう、漫画の時から気になってたんだけど、全然読めなくて、全然読めなくてっていうか、漫画あんまり買わないから読む機会がなくて、で気になってたらいつの間にかアニメになってて、で見たらもう絵もめっちゃタイプだし、話もいい感じ、いい感じっていうか自分の何中に入りやすいアニメだった。こんばんは、ありがとうございます。1話めっちゃ泣いた。わかるね。そう、最初からね、結構濃い濃いお話で、すごい1話、なんかあれで1話なのかって思うくらい濃かった。
面白いです、おすすめします。ひのさん実況配信、おおすごい、実況配信ね。いや多分見入っちゃって実況できないかも、実況配信するってなったら。気になってたので推しの子見てみます、ぜひ見てみてください、本当に面白い。明日も朝5時半起きだから寝ます、頑張って、明日早起き、おやすみなさい。配信してるの忘れそうね、そうめっちゃなんか口開けながら見てそうめっちゃ見ちゃう、足しびれてきた。今日は前髪の調子があんまりよろしくない。そうだ、あと15人くらいでフォロワーさんが何人、2200人になりそう、嬉しい。確か2200人16人、そうだそのくらいですね。楽しみ楽しみ楽しみ、何かあるわけじゃないけど嬉しいですね、増えていくことは。よくアニメは見るの？見てた時期はすごい見てたんだけど、最近はあんまり見ないかな。嬉しいですね、嬉しいですよね。パーティーしなきゃ、そう焼き鳥パーティーがまだできてないことがすごくすごく何？心残りじゃないけど、すごく早くやりたい。でもそう、それいろいろいつも焼き鳥パーティーのこと考えてるんだけど、焼き鳥パーティーじゃなくて焼き鳥って焼き鳥祭りの方がいいなって思った。超意味わかんないと思うけど、焼き鳥パーティーじゃなくて焼き鳥祭りの方が響きいいな。そう、あ、引っかかっている、それです、引っかかっている、そうなかなかできないのが引っかかってて、やりたいのにいい時がない。足がめっちゃ痛い。あな、確かに。そもそも何のお祝いだっけ？ですよね。焼き鳥パーティーは何のお祝いだったのかな。本当にそのレベルでずっとやってできてなくてね。マシュマロはこの間、そうマシュマロは焼きました。やだ前髪が割れてる何だったっけ、
2000人かな、違う気がする。まあいっぱいいろんな、そうですよね、いろんなことを兼ねてやりましょう。いつできるんだろう、盛大にやりたいですね。うん、いろいろと喜ばしいこと。そう、こんにちは、ありがとうございます、見に来てくれて。高校卒業パーティーはしてないですね。妹も連れてこようかな、そしたら。プロフェスお疲れ様でした。よかったです、ありがとうございます。事前予告してもらえるとありがたいです。そう、事前予告ができるときに、そういろんな条件が自分の中であって、3日前くらいから予告できるときがいい。よく3日前とは言わず2日前くらいから予告できるときと、あと次の日が休みのときが、皆さんがね、まあみんなの予定には、ね、大体の方が金曜の夜とかいいんだけど、そう、なかなかその好条件な日ってなくて、ね、どっか妥協するしかないのかな。そう、あんまりね妥協できないだよね、性格的に。うん、土曜日劇場公演行きます。お、ありがとうございます、待ってます。ちょうどユーハの羽でフライデーもあるもんね。そうですね、金曜日はねフライデーなのに焼き鳥を食べるって許されるのかわからないけどそう、妥協できないんです、私ね。なんかそのちょっとのどうでも、結構どうでもいいことを妥協できなくて、こだわりがねある。なんだろう、 B 型だから、わかんない、 B 型の特性とか全然知らないんだけど、29日昼夜行きます。お、ありがとうございます。いいことでもあるからいいの、ありがとうございます。そう言ってくださる方がいるとほっとします。妥協できない人、あ、それを言う、なるほどね。妥協できないことね、自己紹介でそれ言えるね。でもそれなんだろう、なんか大丈夫かな、人こだわりが強いです。なんかこだわりが強いわけでもないんだよね。お、でどうでもいいところはどうでもいいんだけど、でもどうでもいいところに、なんか人があんまり気にしないところ気にしちゃうよね。は B 型いっぱいで嬉しい。B 型仲間なんだけど、 B 型だったんだけど、うん、そう、今まで血液型知らなくて、気づいたら B 型判定されてました。自分も B 型、めっちゃ B 型いるね、意外。
そうそう、めっちゃ最近なんですよ。だからなんか結構さ、 A 型はどんな人とか B 型はどんな人とかあるけど、そういう血液型の特性をあんまり理解してなくて、今までどうでもいいと思って生きてきたから血液型気にせず生きてきたから、そう、全然血液型情報分かんなくて、逆になぜ A 型だと思って生きてきた？え、 A 型っぽいって言われてたからです。でも B 型って判定されてからめっちゃ B 型って言われます。なんで A 型っぽいって言われてたのかは分かんないけど、家族からは A 型っぽいけど B 型っぽい、どっちか分かんないねって言われてて、そう、うん、 A 型っぽいってどういうことなの？ A 型っぽいとか B 型っぽいとかが分かんなくて、そうね、うん、真面目とか、なるほどね。そう、逆に超どうでもいいんだけど、妹 A 型なんだけど、妹は逆に B 型だと思われてて、親からね。でも検査したら A 型だった。でも確かに言われてみれば A 型だなって感じ。妹は逆でしたね。そうね、血液型って不思議。あと血液型の話して思い出したんだけど、めっちゃ今占いに行きたくて。占い行ったことありますか？B 型だけど A 型っぽいって言われた。そういう人いっぱいいるんで。ない、占いしたことある人いないんだね、あんまり。なかなかね、行かないよね。行きたいの行きたくてずっと。マリナさん、マリナさんに占ってもらいたい。怪しいところに行ってしまって、怪しいところに行ってしまって。そう、でも占いで、そう、場所がね、わかる、どこに行ったらいいか分かんなくて、行きたいけど、うん、だしなんか怖いよね、わかる。手相占い、手相占ってもらいたいんですよ。別に手相じゃなくてもいいんだけど。めっちゃ手相が多い、手相が多い、手の線が多くて、見てわかるかな。わかんないか、本当に。わかる？わかんないよね、この線の多さ。光つけたらわかるかな。めっちゃ線多いんですよ、私。今日友達と話してて、すっごい線あるの。こことかもすごくて、ピントが合わないけど、めっちゃはっきりあるのね、線が。だから占えないんじゃないって言われて
て線多すぎて占えなそうな手だよねって言われて、確かに。出そうが気になるの。そうで、まあ気になったから、手相が多いって何だろうって思って、手相多いで調べたのね。そしたらなんか手相が多いほど、なんかなんて書いてあったっけな、忘れちゃった、そこ大事。なんかね、気にしやすいみたいな、すごい手相が多いほど、なんかなんだったっけな、繊細みたいな、気にしいなのかな、なんかそんな感じだった気がする。そこ大事だよね、忘れちゃったそう、うん、手相が多いんですよ。手相かな、手のシワ、自分も手相の線を一緒だね。ねえ、今度占い行ってみてください。行ってみてくださいってわかんないけど、ゆうはも行きたい、占い行きたいけど一人で行くの怖いけど、誰かと占いに行くのも怖いよね。あ、やっぱり繊細で合ってた。そうみたいです。中指から下に一本伸びてると天下取りの層。へえ、すごい、すごそうな、うん、ないですないです。右手の手相ラって書いてあった。私？これか？ら？うん。らな。一人で牛丼食べれるなら大丈夫そうだね、一人で牛丼、うん、一人で牛丼と一人で占いはね、ちょっと違うね。友人は手相とタロットで真逆のこと言われたらしい。わあ、そう、占いってね、分かんないよね、まあ、信じたもん勝ちだと思う。手のひらをメモみたいにして書いたりする。あんまり書かない、手のひら、てか手にあんまり書かないかも。こんなに手を見せる配信する子はなかなかいい。そうですよね、見せたかった、この線の数。わかんない、多いのかもわからない、でもなんかさっきより減った気がする。左手はご先祖さんからの受け継ぎ、右手はこれから自分の運勢が出る。へえ、ら大丈夫かな、
占いしてもらうの勇気いるかも。そう、勇気いるよね、絶対勇気いるの。だけど勇気を出していつか行かなきゃ、行かなきゃじゃないけど行きたいなって思ってます。そんな話をしてもうあっという間に時間が さっきより減った気がするわ。ありえないか。なんか減らないですよね。こんばんは。いいことだけ受け入れるスタイルでそれでいきます。結構そういうことしがち。あ、俺だからいっかとか、そう、悪いことは耳に入れず忘れる。それがいい。そう、そうですよね。こんばんは。ポジティブ思考が一番。そうですよね。何時だ55分。はあ、いっぱいなんか喋ったな、独り言みたいな。すごく内容のない話でもなんかこういう雑談の、雑談楽しいからもっと雑談したいです。じゃあ男女用もかな。じゃあ男女読みますね。13位ゆめさん、ありがとうございます。12位合ってる。12位ムトムさん、ありがとうございます。11位直吉さん、ありがとうございます。10位直くんさん、ありがとうございます。9位あつこさん、ありがとうございます。8位中村大樹水道橋博士さん、ありがとうございます。7位鍋としさん、ありがとうございます。6位ノーネームさん、ありがとうございます。5位イチョールさん、ありがとうございます。4位ひでひでさん、ありがとうございます。3位タムちゃんさん、ありがとうございます。2位テレテレモさん、ありがとうございます。1位 N さん、ありがとうございます。ありがとうございました。うん、早いね時間って。明日もやりますので明日も見に来てね。何分ある、あともうちょっとある、ギリギリまでやりましょう。配信時刻この後予定入れます。夜は8時半、20時半くらいくらいっていうか20時半からやります。朝はちょっとお待ちください。すぐに入れます。
手とツーショットラーにしよう。誰か手相占ってください。何分だろう。この前もなんか喋りながら終わったんだよね。57分、意外とある。明日の朝なんか知ってほしいことありますか？ないと思うんですけど。朝ってなんだろう。メイク？ラジオ体操？そう、朝配信、朝します。もしよかったらまだフォローしてない方フォローしていってください。明日も配信するので。パジャマで OK。 OK。 朝は頭が回らないのでのんびりと配信します。そろそろ時間かな。今日はちゃんと早く寝ます。配信ありがとう。こちらこそ見に来てくれてありがとうございました。楽しかったです。みんながいい眠りにつけますように。今ものんびりだったけどね。そうですよね、いつものんびりです。じゃあまた明日バイバイ。おやすみ。明日も頑張ろうね。おやすみなさい。バイバーイ。